写真家長平拓磨という人物を皆さんご存知でしょうかえー、っと1960年代から70年代にかけて高度経済成長期の真っただ中、えーまあ、社会問題のですね学生運動が盛んであった時期に多くのね芸術家がいろいろ社会問題や、えーまあ、いわゆる日米関係、えー、日本の在り方みたいなのに問題を定義し続けた写真家の中でもですね えー、中平拓磨という今まで先鋭的なというか突出した闘争写真家と呼ぶにふさわしい写真家がいましたで、えー、今回ですね、えー、と中平拓磨さんが亡くなって10年ぐらい経とうとしているわけですけども、えーとまあ、中平拓磨の業績を振り返る開顧展が行われまして。 えといろいろ中平拓さんのです、ね、作品群を見るる機会がが得ることができました今回の展覧会でいうとその1970年代以前のです、ね、当時のプロボーグであるとか雑誌に掲載された中平拓磨の写真が展示されていました雑誌メディアであるとか、えー、その紙媒体をメディアの実践として、えー、掲げたところもあるのでまあ いわばこれが中平拓磨の、えーま、当時の表現のスタイルだったものでそれをそのまま展示するというのは、えーま、間違いではないんですけどもじゃあなぜ、えー、この原,原版である、えー、とフィルムであるとか、えーま、紙焼きであるとかですね、えー、これに印刷物の原型になった写真を展示しなかったのかあるいは、えー、もう一回再プリントしてですね大きくパネルに伸ばさなかったのかっていうのは一つ大きなわけがあって。 中平拓馬さんというのは結構、えっ、ー、と、後年にですね、自分の初期の作品であるとか、えー、過去を振り返るということをあまり好まなかったようで、実際にある時期ですね、写真を自分の写真、紙焼きであるとか、ネガを焼いてしまうっていうことがあるんですね。だから、ほとんど残っていないんです。ネガが残っていない。それから、プリントされた紙焼きが残っていないっていうこともあるので、それを、まあ、いろんなところから集める手もあったと思うんですけどね。 えー、実際には現物もなくなっているということで結局は、えー、印刷された媒体で、えー、展覧会が構成されるというのが前半部分にありました実はそこの、えー、残っているものを展示する形で見れるのはその中村拓磨の中精神性なんですね過去に自分が表現したものに関しては、えー、振り返らずそれから そここでではなないいいいっててう否定をを繰り返すすみたいなことをしていたとしんですね。だから自分自身は、まあ、発言者としてですね、えーまあ、この60年代から70年代にかけて、まあ、写真家としては最も発言する言論者として葛藤していたわけですところが中脇平拓馬というのはですね人生の前半と後半ではきっぱりまるで陰と陽のように光と影のように えー、まるでで違うわけなんです。それは1977年に起こった、まあ、急性アルコール中毒によってぶっ、えーまあ、倒れるという事件が起こるわけですけれどもそこでで本当に記憶の一部を喪失してしてまうんですで。それぐらい,、えーまあ、激,しい激しく前半生を生きて後半生になってですね、まあ、人生が変わるというか生き方を変えざるをえなくなるっていうふうな、まあ、大病を患うわけです。で、この、 えーまあ、急性アルコール中毒1977年のこの事件なんですけどもまあ急に本当にお酒の飲み,飲み過ぎでなったわけではなくてご自身でもあとあと言っているんですけど睡眠薬中毒にはなったんです。でこの1977年に倒れる前にも睡眠薬中毒で病院に運ばれるなどのまあいろいろなこうう危機的な場面があるんですけどもね。 えー、それぐらいこう自分自身の精神をかなり突き詰めてですね写真や言論にまあ注力を注いで生き続けてまあどこかでねあのぶっ倒れるっていうのはもう仕方がないんじゃないかってねあの言われるような生き方をしてた人なんですがこれがまあ、えー、結局引き金になったのはお酒の飲み過ぎによって、まあ、その睡眠薬中毒で結構弱っていた、えー、脳をですね、まあ、損傷するぐらい、えー の病気になってしまうわけですね。で、本当に、えー、復帰後ですね、記憶の一部がぶっ飛んでしまうというか、記憶障,障害になってしまうっていうことがあってですね、中平拓馬の作品を皆さんファンが多いんですけども、基本的にはこの1977年以前の、えー、この荒れ、ブレボケというですね、対象物にものすごい突っ込んだ、それから、えぇ、ー、荒れたり、ブレたり、ボケたりするっていうところが、本当にドキュメンタリーの一部のような切り取りの写真というのが、 まあ、非常に中平拓磨の個性として、まあ、皆さんここを好きだっていう人も多いんですけども後半っていうのがあまり注目されていなかったわけです。今回実は、えー、ご紹介したいのはドキュメンタリー映画っていうのが中平拓磨は2本残ってるんですね、えーと。1本は本間隆さんが撮った40分ぐらいのドキュメンタリー映像それともう一つ、えー、っと小原正史さんという監督が撮られた えと写真になった男というドキュメンタリー映画が実はあるんです。でこれは前半生の中平拓真という部分の映像とか、まあ、写真はほとんど残っていないんですね。で、えー、と病気になられて復帰してから、えー、まあこの1990年代80年代90年代それから2000年代ね2015年まで、えー、生きるんですけれどもその間中平さんが に密着してというかまあ一緒に寄り添って活動した方々もいくつかいますでそのことがこのドキュメンタリー映像の中ではですね非常に浮かび上がるわけです急性アルコール中毒で倒れてからの活動そこに注目して今回は見ていこうと思っておりますで中枝さんは実はその1977年以前に、えー、当時返還直前であった沖縄に渡ってあるいは返還時の沖縄に行ってその風景を写してたわけですで復帰後 一番最初に行ったのは、ねあの、写真家として復帰するために一番行ったのはその沖縄だったんですね。いわゆる社会問題を象徴する、今も抱える社会問題を象徴するものが全部埋め込まれているのが、当然沖縄なわけで、えー、と当然その当時は占領軍の中で、まあ、今もなお,なおですけど、えー、基地が最もある沖縄を捉えていくわけです。で、この復帰後はこの風景写真というかですね、沖縄の情景を、 えー、中平拓馬としては捉えていくわけです。捉えた目というのがですねこの沖縄の、まあ、絶壁であるとかこの土であるとかそれから海岸風景ここにですね中平拓馬の復帰後つまり後半生のほぼ40年に何をも見ていたかっていうのが分かる。だからどっちからというと僕はですねこの、えー 1977年で39歳なんですけど40歳以降の中平拓真っていうのは写真家としては非常ににに注目すべきポイントがあるのではななないかと、そんなふうに、えー、思うようよりました。例えばねこの、えー、2枚セットの写真っていうのがあるんですね。それこれはまあこの、まあ、近い時,時期に捉えているんですけど全然違うショットを2枚並べてこれを1つ展示するということを後半生やるんですね。 で、ドキュメンタリー映画の中で、えっ、ー、と、中平さん、この2枚の、えー、この2枚を並べた意味は何かあるんですかって問われるうーシーンがあるんです。で、まあ、アルコ急性アルコール中毒で大病を患って、記憶の一部を消失し、まあ、記憶喪失障害みたいな状態で、えー、ね、写真を撮り続けてる中平拓磨のインタビューで、この2枚の絵に何か、 こ,ういうこの2枚の絵をセレクトした意味はあるのですかって聞いたときに、本当に長平さんはその意味を言葉で説明することはできないんです。ただ、えっ、ー、と、その表情を見ていると、もう明らかにこの2枚はこれでしかない。そしてこの中に何かを伝えたいっていうことがあると。それが言葉や意味ではなくて、これしかないっていうふうに言葉がね、出てこないんですけれども、その、 なんていうか言いよどんでいるというか言葉の表情というかまあいいんですね非常に表現者というか本来の表現者が持っている意味や言葉ではなくてえー、っとあ表された図像であるとか目に見えないもの絵や、まあ、写真もそうですけれども表現したその先にあるものっていうのを伝えたいっていうところがあるんですね。だから 厳密に言うと言葉や言論で、えー、そのことを伝えるんであれば簡単ですけども、あえて絵や写真に表現したということは、それ以上のものであるとかそう、その言葉だけでは表せないものがあるはずなんです。で、それを感じてもらいたいということなんですね。この2枚写真セット、これ上と下ですけどね、上,上の2枚、下の2枚というのが一つのセットで表現されている、えー、写真なんですけども、ここに 言葉的な意味合いや映っているものの図像によって表現される何かっていうのをだけを表現したいわけではない。だから、ここに映っている2枚で何を伝えたかったのですかっていうのが一言であるとかタイトルになるっていうことはないんです。長谷拓馬の後半生っていうのは前半のいわばジャーナリズムとそれから社会問題に徹底的に大事感にね、食い込んでいくっていう姿勢で写真と言論によって食い ね、あの突き進んだ人生がガラッと後半からはあるわけです。もう言言葉や言論が中平にとって追いつかなくなくるわけですねそうすると捉えられた目と自分の動きと、えー、それからどの瞬間にシャッターを切っていったかっていうことそれからそれをどのようにして焼いて並べたかっていうところにもう表現が徹底的にそこにあの集約されていくわけです。 でえっと今回ね、写真になった男というドキュメンタリーを、えー、1時間半ほどあるかな、それを見させていただきまして、えー、っとちょっと感動しましたね。で僕はですね、この成柄拓真の後半の、まあ、多分前半はすごく切れ味の鋭い、ある意味ちょっと怖い、えー、写真家だったのではないかと。で 非常にもう何,何か例えば喋ったらものすごい突っ込まれてある意味あの論理的なねあの追求それから自分の自分自身の考えであるとか、えー、などういうふうに思っているんだっていうところに関しても徹底的に付き合う人間だったのではないかと。で、まあ、これは想像ですけれどもで後半生は非常にあのまあ言語で突き詰めるっていうこともたくさん残っていますけれどもそういう傾向じゃなくなるんですね。本当にやっぱり すぐ物事を忘れてしまうし、えーね、あの毎日こうやって自転車に乗っていろんなところの川ベリアルとか、ね、あの街の風景のシャッターを何気ないところですけどどんどん撮っていくわけです。で風貌としてはこんな形でぱ、えっと、パッと見本当になな写真家には見えないわけですよ本当にある意味どこかで写真機を持っていなければあの路上で生活しているようなっていう風な ええと、このショートホープをつい続けたわけですけども、記憶がぶっ飛ぶので、そのね、このショートホープの,この空箱にですね、この赤い、赤いあの水性ボールペンで、えー、その日あったその出来事、その瞬間起こったやつを全部書き留めてるわけです。で、これが実は日記になってるわけじゃなくて、このショートホープは、 どんどんゴミ箱に捨てられているわけですよ。だからこのショートホープはほとんど残ってないんです。で、えっ、ー、と、さらにですね、夜になると何をやっていたかっていうと、と取り上げた写真群っていうのはこう選ぶわけですね。で、えっ、ー、と、これまでに撮った写真群のネガっていうのを、この時期に結構焼いて捨てているんですね。やっぱり中平にとって表現を突き詰めた結果、えー、これが何だったのか、この表現が本当に正しかったのかっていうのを、 ジャッジしていく上でまあ、言葉や感覚的なことだけではなくて本当に突き詰めた時にこれはもういらないと今いらないものなんだ過去のものなんだ言っって言てどんどん捨てて焼いていくわけですだから現在中平拓磨の初期作品のネガであるとか原版の紙焼きっていうのが存在していないんですで存在していないっていうことはこの中平拓磨っていう作家が残らないっていうことにもつくら続くんですがあえて言うと実はこの 写真という非常にドキュメント性の高いものが残らないっていうのはある意味正しい姿なんではないか。写真の表現としてはですね過去にかつて撮った昔の絵画のようなものとしてクラシック史として残る写真というのは意味がなくてその時撮ったライブのドキュメントこそが表現なのだから今あって えとそれが残っていようがそれはもう写真表現としては意味がなくなっていると感じて中平さんはこの時もう捨てて焼いちゃってるんですね。本当にこれはまあある意味僕からすると少し残念ではあるんですけどやっぱり写真家の、まあ、意気込みというか精神を突き詰めるとそういうことになるとライブとドキュメントとその瞬間っていうのが写真の命だとしたら、えー、と今でなければもうそれは全てなくなっていったもの。 だからあってある必要がないっていうことなんですね。でそこに突き詰めた写真家のシャッターの切り方っていうのは撮る一枚一枚が全然違います。だから写真っていうのは誰でも撮れる同じものが撮れる表現というふうに感じがちですが、えー、シャッターを切る人の目それから思、えー、い心がそのままダイレクトに現れます。それはどの瞬間と切るかでその瞬間をいかに 重要と思っているかっていうことが撮る人に現れてくるのでえー、っとそれを突き詰めた写真家が撮ったものことが本当に素晴らしいものだとだからこのドキュメンタリーを見て僕は多分この中平拓磨が撮れる写真っていうのは他の難美とももがやろうとしても撮れないショットなのだとそんなふうに感じましただからそういう意味で言うとこの中平拓磨が辿った人生というのであるとかあるいは 39歳にね、まあ、病気をして記憶の一部を失って、えー、その後40年近く生きるという人生を経た人じゃない限り切れないショットなわけですよ。ということはどんな写真かもこの中平拓馬の領域に到達することができないということなんだと思った時にですねこの中平拓馬の後半群の写真が全く変わってくるわけです。ね、なので、初期作品、 だけでではなくてですね、この後半生このこの領域でれシャッターが切れる写真家は多分今誰もいないです。それからこれかかららこも登場すす。る可能性が低いんですというのは中平拓磨の人生を同じように,ように経験できないしな,しない限り経験しない限りこの写真のシャッターの切り方それからハングルというものは手に入れられないのだというふうに 思ってみるのののがこの中平拓馬の見方なんですねで最後にねこのドキュメンタリーですごく極めて、えー、象徴的な部分があるんです。これシンポジウムで沖縄を訪れた時の登壇者は4名揃っております。えー、と右から画面の右からト松照明それから荒木ですね荒木信義さん荒木ですね。ーーで,ねで、えー、っと今人物型になってる、えー、中平拓馬さん。それから一番左が えー、森山大道というもう名前写真家のそうそうたるメンバーが集まって、まあ、沖縄で、まあ、沖縄写真を出版した写し沖縄写真集を出版した東松松さんの、えーまあ、シンポジウムだったわけですけど中平拓馬は 喋、まあ、ることっていうか、自分が喋っていることもどんどん忘れてあの、その目の前に起こっている現象、これが何だ、このシンポジウムが何のために起こやっているのかっていうこともどんどん忘れていくっていうところもあるので、まあ、実はね、この遠野正明さんっていうのは、中平拓馬に写真を教えた、まあ、ある意味ちょっと先輩というか、師匠みたいな立場の人なんですね。で、えっ、ー、と、森山大道さんもそうなんですけれども、この人たちを、のことも、まあ、本当に、 あのダイレクトに批評していくわけですでこの党の照明さんにとってもずっと沖縄を撮り続けた中平拓馬にとってはまだ沖縄を撮れていないとこれでは沖縄を撮っ,ったとは言えないって言ってこの壇上であの批評を繰り出すわけですで普通は、えー「まあ出版おめでとうございますし写真素晴らしいですね」って今回の沖縄の写真群は本当に見どころがありますねっていうのが普通のシンポジウムなんですけど中平にとっては もう1972年からずっと撮り続け、それから病気を経てですねその後もずっと撮り続けた沖縄っていうのは、えー、と一面で見えるところでは全然沖縄を撮ることができていないとだから今回のトウの証明は全く撮れ,撮れてないっていうふうに断言して、えー、ステージショーイベント展開するわけですその時に森山大道さんも荒ー,ーもトウモロ・ショーメさんももう沈黙してしまうんですねもうあまあ中平さんの今の、今 悪い癖が出ちゃったって感じでほっとくしかなかったんですけどもこうちょっとあの愕然とする表情が捉えられてるっていうのがこのドキュメンタリー映画の中ではあるんですけどここ本当はこれぐらいの批評があって写真が撮れているかどうかっていうのは当然見た人が感じることでもあるしプロの目で本当に見れば俺にとってはそこは撮れてないと言い切ったんです。 そそれはそうだと思います。沖縄は例えば綺麗な風景や海辺や、えーね、沖縄に暮らす人々やをとっても沖縄を取ってるとは言えないそれは当然沖縄の全てほぼ全体はアメリカ軍の基地があって、えー、軍部があるわけです。でそれをじゃあ基地や軍部を取ったからっていって沖縄を表現できているかっていうとそうでもないと。じゃあこの一緒に合わさったところの例えば密接ポイントを取,取ったことによって沖縄が表現されているかっていうとそうでもないと。 だから、一枚のわずか数、0.0何秒かのショットこそが、ショットが全てのものを表すっていう意味ではすごい難しいんです。だから、中平は別に基地の円形であるとかね、沖縄の人々の顔を撮ったり、単なる風景を撮ったりしてるんではなくて、この一枚で、どう沖縄、自分が感じている今問題として、えー、問題としてというか、日本中の沖縄としてね、 世界の中の沖縄としてこの一枚が何を伝えられるかっていうところをに突き進んで撮っていたシャッターを切っていた中平としては塔の正明が撮った沖縄の光景が全然撮れていないっていうのはもう本当に伝わってくるところです。でやっぱり写真というのはその考え方自分の思い思想というのを明らかに表現するメディアなのであると。 でえっと、言ったように中平拓磨が到達した位置っていうのは多分どの写真かもこれから出てくるどんな芸術家もこのシャちょっとやアングルは切れないと断言して間違いないと思いますそういう意味で言うと人生このね途中で本当に大急転が起こった大,大転換が起こった大事件が起こった中平拓磨の人生というのを同じように生きない限りこの芸術家の時点には到達できないんです。つまり中平拓磨は これ以後これほどの天才は現れることはないね。ですので、えー、例えば中平卓真の展覧会今回ありましたこれからも見るチャンスがあったりあるいは写真集っていうのが今なかなか手に入りにくい状態になってますけれどもそういうのを見る機会があったらそんな風な視点で一度見てみてください えとね、僕は普通の画家や芸術家っていうのは、えーまあ、生きているが画家や芸術家に関しては、えー、とどん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 生み出していけますからどどどどん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 トライのチャンスがありますもう,もう一歩ぶっこ作家というもう亡くなった作家にとってはやっぱりこの人生の中でほんほん本当に変遷万感というかあのいろんな動きがあって人生の谷あり山ありっていうところを経験した中でどんな作品が生み出されそして何をもってこういう この1枚というかこの題材を描き続けたかっていうところにその人間というかですね思いが現れるそういうふうに読み取っていくんですけれども写真家っていいうのは難しいなと思ってたんですところがこの中平拓磨という写真家を見続けた時にそこから読み解けるまあアート性というかですね芸術性はまあこの中平拓真の息というのはまあほとんど誰に,もと誰にも真似できない誰にも押せない誰にも もう誰の視点にも現れないこのアングルなんだということそういうふうな発見をしたときにまあ敬有な天才だとこれを日本人は日本の芸術界はこの中平拓馬をもう少し評価しないといけないのではないかというのが僕の一つの、えー、今回の意見でございます、えー、とまた中平拓馬に関しては、えー、といろいろ発見をしていけると思いますのであの続いて。 お話しさせていただこうと思っております、えー、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれではご静聴ありがとうございました